筑波大学佐々木銀河先生と読み解く就業実態調査2021発達障害の人の就活仕事生活最新版を徹底解説ということで1時間弱お話をさせていただきたいと思います佐々木先生ゲストの佐々木先生は20分ぐらいからあのお話をさせていただくような形ですまず会員の全体の説明をさせていただきます 会員というのは、発達障害、仕事、それから強みを活かすという3つのキーワードが重なるところで事業を行っている会社です。まあ、大人向けの就労移行とか、自立訓練、生活訓練とか、あと学生向けの学プロとか、このあたりが大人向けのサービスのメインになります。これに合わせて、企業さん向けのダイバーシティコンサルティングとか、人材紹介とか、あとは、その利用者と、 法人を結ぶマイナーリーグという求人サイトとか、あるいはそういったノウハウを福祉事業者向けに運営システムを提供したりしていますし、あと子供向けのサービス、オンラインの療育とか放課後等デイサービスとか、t e ー n s というブランドで運営したりしています。また、えっと、今年からですね、総合支援システム、m i t t ということで、全てのサービスのプラットフォームになるような、えー、教材、それから、えー、健康管理の システムを導入しておりますので、こういったことで、日々日々、発達障害の方の強みを、仕事のところでどう生かすかということをしている会社になります。で、急にこんなのが出てきましたけど、就業実態調査というのは、これからあのご覧いただくようにですね、えっ、ー、と、全部で、あ、全部でごめんなさい、これまで5年間、あの毎年、年末にですね、 多くの方に参加していただいて、発達障害の就労状況とか就活状況を調査しているものですで。QR コードを今見ていますので、スマホで見ながらとかですね、リンクはこれクリックできないと思うんですけれども、今お見せしますけれども、えー、と見ながらですね、あのぜひ今日の、えー、とセミナー聞いていただくといいかなと思います。で、えー、ちょっと今、画面をずらしますけれども。 当社のウェブサイトに行ってですね、今だったら下の方に、このスタッフブログのところに就業実態調査ってありますけれども、いつでも大丈夫なのはですね、この検索窓のところから就業実態調査ってしていただくと、過去の就業実態調査がいろいろ見られるようになっています。こういう就業実態調査という。 えとタグっていうんですかね、えー、この、これをクリックしていただくと、過去のものが全部見られます。一番古いのが2017年の調査ですね。だから17、18、19、20、21と、今まで5年間、毎年年末に、えー、とアンケートして、それを年末年始に正月返上で調査結果を発表するっていう形をさせていただいていました。 で、えっ、ー、と、今年は、なので5回目で、なんとですね、えー、1072人の方に回答をいただいたんですね。で、まずは、あのこの時間は、えーと、私の方から10分15分ぐらいかけて、今回の調査で、えーと、何を聞いてどういうことが分かったかっていうのを解説していきたいと思います。でまず、このページで確認したいのが、 今回ですね、診断後すぐに特性授要ができたかどうかっていうのを聞いていますので、それを見ていきましょう。ちなみに今回は30代前半が平均回答率ですね。それから、えー、とごめんなさい、なんか変なのが出てあってますね。ちょっと一旦共有停止しましょうか。 はい、大丈夫そうですね。えっと、回答数の平均がですね、30代前半の方で、男女比はまあ半々と言っていいぐらいでしょうか。これ、発達障害の方の比率がまあ7対3とか8対2とかって言われる中だとかなり女性が多いアンケートかなと思っています。えっと、居住地の方は、えー、当社の 利用者とか修了生が数多く含まれるので、どうしても1都3県とかですね関西の2府4県が多くなるなという感じですねで、えー。今の働いている状況ですが、一般枠障害者枠失業というのがこんな感じで27対41対26という感じになっていますので、このあたりも頭に入れながらデータを見ていただければと思います。で早速ですがこの えーとページでご案内しているのが、診断後すぐ特性授与ができたということですね。これは今回初めて伺ったものです。まず診断名ですが、ASD、ADHD、まあ、どうしても発達障害の方向けのアンケートですので、えー、そのあたりが多くなっています。えー、ちなみに複数回答可能ですので、う、え、つ、ー、と,とか、ですね双極、えー、性障害とか不安障害とか、このあたりも出てますね。ごめんなさい ちょっとパソコンの状況で余計なものがどうしても出てしまいますかね。はい、で診断を受けた年齢ですけれども、こんな感じですね、えー。ちょっと文章でも書いてあるように、10代後半から20代前半が中心になっています。いわゆる社会に出るタイミングで受診というか、診断を受ける方が多いんだろうなという感じですね。 一方で40歳未満とか50歳未満っていうような数字も見られますので、かなり年齢が高くなってからっていう方も、まあ、かなあの相当数いらっしゃるってことですね。で、特性需要のタイミングです。先ほどの診断されたタイミングに比べると、多くの方はそれから遅くなってます。まあ、ある方によっては数年、ある方によってはまあ十数年みたいな感じで遅くなっているって形ですね。 先ほどともう一回見比べますと、こんな数字がこんな感じになっているということですね。で、えー、とマイナスからプラス、まあ、つまり診断と自己需要のずれというのがどのぐらいあるかというのを調べたのがこちらで、0、半分以上の方が、えー、選んでいらっしゃるのが、まあ、基本的に診断とほぼ同時に、その年のうちに自分の発達障害の 特性をでできましたっていうことですねでマイナスはもう診断を受ける前から分かってたよっていう感じでプラスの方は診断を受けたんだけど、まあ、自分ではそうなのかなどうなのかなっていう感じで悩んでいたっていう方です一定数の 10%15% ぐらいの方はマイナスですがプラスの方がやっぱり4割ちょっとはいらっしゃいますかねはい。 でえー、と5年以上とかというところを見ても25%近くいらっしゃるので、まあ、相当数の方がやっぱり自己需要が結構難しいということが分かると思います。はい、で、これがまず1ページ目です。次に、えー、と伺ったのが今回、一般枠で働いている方、障害者枠じゃないです。一般枠で働いている方がどこまで職場に 診断をオープンにしているのかというのを、えー、去年に引き続いて、えー、と聞いています。で、これも上の方には同じような情報がいろいろ書いてあるんですけれども、なんでこれを聞いたのかというとですね、去年、去年は去年というっ、えー、と二年1年前か。 1>, 1年前は、ね、1000人ではなく600人の方だったんですが、えーと、同じような質問をしたんですね。一般枠でどれだけ診断をオープンにしながら働いてますかというのを聞いたんですけれども、なんとその時に、一般雇用で働く4割の人がオープンにしているという結果が出たんですで。私の肌感覚として、いや、そんなはオープンにしてないでしょうと。これは何かか聞き間違違ったのか勘違いしてあの アンケートに答えた方が多かったのかなと思ったのが、就業実態調査2020の時の私の感想でした。なので、1年後、2021の年末、まあ、つまり1ヶ月ぐらい前ですね、に改めて聞いてみようと、まあ、前回間違ってたんだろうなと思ったら、やっぱり4割だったってことですね。ああまあ、むしろもうちょっと高いんですかね、46%。 一般雇用で働いている人のうち、何らかの形で職場に自分の診断を障害者枠じゃないんだけど、一般枠でもオープンにしているっていうふうにお答えいただきました。これは私の中だとすごい驚きです。で、えー まあそもそも一般枠でこのアンケートに答えた中でも、確定診断を受けていない方もいらっしゃるかなと思ったんで、えー、とこの方々をの、まあ、除くとさらに、えー、と実はオープンにしている方多いかもしれないんですけれども、えー、まあ特徴ぐらい、診断とは自分はこういう、例えばミスがどうしても多いタイプなんですよとか、まあ、ちょっとずっと座っているのが苦手でねとか、まあ、人と、多くの人とやり取りするのが苦手なんですとか、まあ、そういった診断では伝えないけど、特徴として伝えている方がまあ11%。 それから入社前に、すでに、だ、ま、から履歴書の段階とか、面接の段階で伝えている方もいらっしゃいますし、入社後、自ら伝えたとか、えー、方も結構いらっしゃいます。まあ、一方で、私、ここが多いのかなと思ってたのが、入社後、周囲から、つまり仕事ができないなどなどで、なんか違うんじゃないあなた、こういう特徴あるんじゃないって言われて、あ、そうなんです、実はとか。 そういう方が多いかなと思ってたんですけど実はそれは少なく案外積極的に伝えている方が多いのかなというふうに思いましてすごくここが意外でしたでじゃあ職場にその診断を伝えている割合はどこまでが多いかっていうとやっぱり上司人事が圧倒的に多く先輩とかは半分ぐらいになるまあ先輩とかもう人事上司以外に伝える時はほぼ職場全体に伝えてるっていう データでもあるかと思います、はい、ちなみに、えっと、合理的配慮というのは障害者雇用だけじゃなくて一般雇用でも受けられますよというのは、ちょっとここにご案内しております。もうこれは日本の法律で担保された皆さんの権利ですので、えー、障害者枠じゃないと配慮が受けられないってわけではなく、まあ、障害者枠に比べるとやはり、うん、体制とかですね、いろいろなものは薄めになると思いますけど、 一般雇用でも合理的であると認められれば配慮は受けられるということになります。ちなみに今回アンケートに答えていただいたじゃあ一般枠で働く人ってどういう人っていうのが、えっと、この最後に書いてあるところで実は女性の方がかなり多いですね、えっと。なので女性の方が逆に言うと分かりづらいのかな、なので一般枠に入りやすいのかなっていう想像もできる で年齢は今回アンケートを答えていただいた全体像とあの一般枠っていうところで区切ってもそんなには変わりませんでしたということとあと診断された時期これは先ほど1ページ目のところで見ていただいたのとはだいぶ違って30歳近くになってからあるいは30過ぎた後で診断されている人などが多く小さい頃から診断されているケースで 一般オープン、まあ、当社でオープンチャレンジという時もありますけれども、こういった一般枠だけど、障害を伝えるケースはまあ少ないのが、まあ、少なくとも今の状況だというのが分かります。あと、業種はですね、あんまり偏りがないなと、あごめんなさい、えーと、通常とあんまり変わらないかなと思ったんですが、まあ、でもよくよく見てみると、IT が多いんだとで。あとは医療福祉、まあ、人手不足ですよね、IT とか医療福祉。 それから公的機関、まあ、ここは辞めさせられないからかなとか、少しちょっと特徴的なのかもしれないなと思いながら、後で見ています。あと、転職歴ですね、そんなにはない方が多いかなと。はいえー、数十社転職されているようなことも一般枠でいらっしゃいますけれども、えー、と案外、1社、2社、3社目っていう方が多くて、あのそんなにいわゆるジョブホッパーではない方が多いかな あと一般枠で働いている方は20万の前半ぐらいの月給が中心な方なのかなと思いますしでえと給与の満足度というのは障害者雇用でオープンにしている場合と違って一般枠のオープンでやっぱり働いている方が満足度が高いかなと思うんですがえーオープンにしているからといってやはり障害者雇用の職場環境に比べると 一般オープンの方の満足度は少ないのかなということで、えー、と今回のアンケートで少し2つ目の注目点としてまとめた点になります。3つ目、えー、今回の宗教実態調査で1000人に聞いた中で、3つ目に、えー、と今回ですね、えー、考えたのがあの、いわゆる仕事と生活に関する、えー、といつもしている分析です。でこれは 例年と全然変わらなかったといった方がいいと思います、はい。で、ここに関してはですね、肝園という就労移行支援とか、生活訓練とか、学プロとかを利用したことがなく、えーまあ、ハローワークとかですね、人材エージェントとかだけで、えー、と働いていらっしゃる方、福祉の支援を受けていない方と、えー、福祉の支援を受けている方で分けているんですが、このあたりは、実はいつもの年とほとんど変わらなかったです。 はい、あ毎年一緒だななと思いいがら撮ってます例えば障害者雇用というのはあの実は契約社員からスタートするケースが多いんですけれども正社員になる時期というのが最近早まってまして入社時とか入社1年以内とか、まあ、3年目までとかですねその段階でも8割ぐらいになっているということでかなり障害者雇用も早めに安定していくなというのが分かりますしあと勤務時間も例年とあんまり変わらないですね。 障害者雇用が多いので、えー、どうしてもですね、結構短い時間の方もいるんですが、まあ、いわゆる1日7.5時間とか8時間とか働く人が多い、一方で残業もそんなに極端に多い方もいないっていう、えー、やはりあの障害者雇用等で働いている方が多いと、こういうグラフになりやすいかなと思っています。月給もほとんど毎年と一緒で、18万円を切るぐらい。 これ地方の方からするとすごく多いなって思われるかもしれないですけど、やはり首都圏とか関西圏で1人暮らしをするとなると、まあ、ギリギリの額に近いかなとは思ってはいます。あと、年間の賞与ですね。えー、とここも全くないっていう人と、それなりにあるっていう人、結構二極化しやすいところです。し、えー、ともう一つですね、ボーナスとちょっと似たのが、昇、え、給、ー、ですね。 月給が上がっているかというところも、上がっている人と上がっていない人が結構二極化しやすいところになる、ここも例年と一緒です。はい、あと、転職歴はさっき一般枠のところで見ましたが、えっと、案外少ない方が多いなということは感じています。あと、各種満足度というところ、これはざーっとご案内していきますけれども、えっと、赤い方が肝炎とか福祉を使っている人で、青がそういうのを使っていない人ですね。 これを見るとですね、どの項目でもほとんどやっぱり福祉を使っている人の方が、職場環境にしろ、業務時間にしろ、給与にしろ、契約の状況にしろ、仕事の中身にしろ、満足している人が結構多い。ということになります。これは福祉を使ったからそういった満足する、えっ、ー、と、就職先に結びつけたって見方もできるかもしれませんが、えっ、ー、と、福祉を使うだけ、えっ、ー、と、周囲とか、 さまざまなサポートをそもそも受けているので、えー、と全体的な満足度が高くなりやすいとも、えー、とちょっとその因果関係かですね、相関関係が因果関係かってよく言われますけど、そこがどっちの矢印なのかっていうのは、少しあの分析はもうちょっとちゃんとしないと分かんないとこですね。生活面も一緒です。福祉を利用している人の方が、人生全般の満足度とか、精神の安定度とか、経済的な満足度とか、 家族との関係の満足度とか、あとはパートナーとの満足度とか、こういうのが、えー、と高い傾向がやっぱり結構くっきりと見られます。これも福祉を利用していたから仕事以外の生活も充実しているのか、あるいはそういったのが充実した人、安定している人が福祉を利用しやすいのかっていうと、ここはやはりきちんと分析しなきゃ分からないところだと思います。で、えーと、最後の方になってきました。えー、と、 まあ、発達障害の方、どういう不安を抱えながら毎日あの生活されているのかなというのを確認したものなんですが、えー、とここも、えー、と見ると、精神的な健やかさを保てるのかとか、ですね体の健やかさを保てるのかとか、えーと、働いている間はお金大丈夫だけど、老後はどうなのかとか、親なきやとどうなのかとかっていうところが高かったです。はいえー、とそうでですねなので 実は今の仕事をどうしようとかっていう不安ももちろんある方がいるんですが将来のこととか自分が本当に今のまま大丈夫なのかなっていうすごく5年10年とか20年とかそういうスパンでの不安が多い方が、えー、少なくともこの1000人の中では多かったなっていうことが分かりますあとはですねお付き合いをしてますかとか結婚しているますかとかっていうのもちょっと聞いていますあと友人関係とかあと1人暮らしとかですね この辺りは聞いているので、後で見ていただければというふうに思います。はい大体、ざっとご案内するとこんな感じです。えー、と何かご質問等ありましたら、最後にまとめてお伝えします。あるいは、この後、えーと、佐々木銀河先生とのお話の中で、Q、Q&A のところに入れていただければ、お答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、前半の私からの就業実態調査の解説が終わりました。 後半はですねゲストの佐々木銀河先生に登場していただきます。ちょっと私の方でご案内しますと、えー、佐々木銀河先生は筑波大学の人間系の准教授の先生です。サクセスアビリティ研究室、d ッ c センターですね、ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンターで、えー、障害学生支援の研究と実践を行われています。 で私たちカイエンとは、ね、JST ・国立研究開発法人の科学技術振興機構の研究資金でニューロダイバーシティの人向けのチャットボットの共同開発を、共同研究を今させていただいているという感じになりますえ先生にはまずあの先生のされている研究とかです、ね、活動のことをあのお話しいただいた後、実際今回の宗教実態調査について先生が感じられたこととかっていうのをお話しいただきたいと思っています では先生、あのマイクカメラよろしいでしょうか。はい、こちらで聞こえておりますでしょうか。はい、バッチリです。お願いします。はい。えっと皆様、あのこんばんは筑波大学の佐々木と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい。 まず、あの、簡単に私の自己紹介をと思いますけれども、もう先ほど、あの、鈴木さんにご紹介いただいた通りなんですけど、私の、あの、今の専門は、あの、発達障害のある大学生ですね、あの、の、えっと、学業上の支援で、まあ、例えば大学の障害学生支援室というところがありますけれども、そこの、あの、担当教員、あとは小学生支援全体の、こう、マネジメントとかも、あの、担当させていただいてます。 で、あの、今は研究職ということで、発達障害のある学生や、あるいは働く方がですね、どのように、こう、アクセスできて、そして自己実現できるかっていうことで、サクセサビリティ研究室と勝手に呼んでるんですけども、どうやったら、こう、生き生きと生きれるかっていうような、こう、研究を、あの、進めています。 でえー、といくつかあるんですが、その中でも今回、カイエンさんとこう一緒にあの取り組んでいるものとして、ちょっとじゃあ,あの、画面共有をさせていただきますけれども、こちらですね、これちょっとまだあのオープンにはなってないんですけれども、チャットボットというものを今作っています。簡単に言うと、いわゆる AI ですね、LINE をあの皆さんよくお使いの LINE に、こういうのが困ってるんだとか、こういうのが知りたいんだっていうことを打ち込むとですね、まあ、あのその 関連する対処法を自動的に提案するというようなサービスを一緒に作っています。で なかなかこう支援機関でですね、時間も限られててすぐに相談できないっていうね、夜中に結構悩み事があるっていう方もいらっしゃるので、まあ、24時間、こう簡単なことですけれども、相談できるようにしたり、知りたい内容に対する対処法を知れるようにっていうことで、まあ、いろんなこう情報ですね、発達障害のある方を含めて、いろんな方の情報を集めながら、まあ、こう普及展開開発をするっていうことを今一緒に取り組んでいます。まあ、ニューロダイバーシティって言いましたけども、その障害、 で発達障害っていう言葉はあんまりこう前面に出してないんですけれども、いわゆるグレーの方とか、診断に迷っている方とか、まあ、需要があの、需要っていうのをあんまり私は好きではないんですけれども、自分の特性っていうのがまだ分からない方もいらっしゃるので、そういう方も含めて展開していこうというプロジェクトになっています、はい。簡単にご説明いたしました。はいでえっと、そうしたら、ま、あの本題の方に鈴木さん行った方がいいですかね。 はい、そうです、ねはい、今、先生にもリンク貼っていただきましたけども、はい、はい、後で皆さん確認していただければと思うんですが、はいで、先生には事前にちょっとどう感じましたかっていうのを伺ってまして、で先生からあの、えー、とオーダーがあったところはですね、えー、と一番最近のブログのところにあげている、こういった あの非常に細かなデータが並んでいるんですけれども、ちょっとこの辺りも含めながらお話を伺っていきたいと思っています。で、まず、今回見られてあ、この辺りが分かったのは分かんなかったなっていう、なんか全体的なまあ総括っていうんでしょうかね。はいはい。そこちょっと伺えればと思うんですけども。はい、分かりました。 私あの、私と読み解くっていうタイトルでいいんでしょうかってずっとあの最初から言ってたんですけど、まあ、あの、はい、あの、私が思ったことにはなるんですけども、皆さんとね、あの、ぜひね、皆さんも Q&A にぜひ書いて、あの、いただけると嬉しいなと思います。で、全体としては、まあ、これ5年やられてるっていうことですごいなっていうことと、あとはその、研究者なんですけど、私たち。研究機関とか研究者がこういうデータを取ってすぐ出すって実は難しいんですよね。 こういくつかのステップがあったりして。で、あの、だけど本当は早く伝えたい情報もたくさんあって、本当にこのカエンさんの取り組みっていうのは、こう、得た情報をすぐにこう、還元できるって、還元するっていう、あの、姿勢が、やっぱり、あの、すごく、あの、素晴らしいなと思って、ここを見させていただいたところがあります。で、全体通してですけれども、まあね、あの、人数が多いので、非常にこう、いろんな、 定量的なデータですね、あの得られているので、おそらくいろんな分析をできるかなと思うんですが、全般的な傾向としても、特に一般枠の話、また診断後の需要の部分とかは、なかなかあまりこうぱっと調べようと思っても出てこないデータになってくるかなと思うので、そこがすごい貴重だなというふうに思っています。 で、まあ、その中でも満足度っていうことをお聞きあのしていただいているので、まあそ、おそらくその働き方と本人の特性いや本人の考え方っていうことと、おそらく今の仕事の満足度ってすごく関連があるんだろうなと思いながら飲みさせていただきました。で、その上であの私の無理なお願いにすごく真摯に答えていただいて、あの先ほどの、えー、と追加分析っていうのをしていただいた形かなと思います。 ありがとうございます。で、まあ、見えているところから。 コメトすると、まあ、最初に気になったのは、まあ、発達障害のある方とせでこう精神的な疾患ですね、併存してお持ちの方とか、そのやっぱりこう調子が悪くなっちゃう方ってすごく少なくなくて、こ,うこの調査でもどれぐらいなんですかということをお聞きした感じです。でまあ、発達障害のある方で33.4、まあ、ない方で25.6、まあ、知的障害のある方もいらっしゃるんですが、まああの、ちょっとこの調査の性質にもよると思うんですが、まあ、やはり あの精神疾患を伴うう方は少なくないなくいいとで、まあ、こういうのを見ながらいや発達障害と精神疾患を併せ持つ方が例えばあの満足して働ける環境ってとても素晴らしいんじゃないかなと思ってて、まあ、そういうのが明らかにできるとこういろんな人にとっていい職場環境になるんじゃないかなっていうことを思いながらちょっとこのデータを眺めたところがございます。 なるほどまあ、確かにああの先生のところにあの口合わせますがやっぱり発達障害の方の支援をしている時に、まあ、あの精神障害の支援の方がむしろ、えー、重きを置かれるケースの方が多いんじゃないかなとは確かに思いますのでこの辺りは、はいまあ、でも全て先生がおっしゃったように。あの すぐ出せるんですけど、逆に言うと学術的に本当に発達障害っていうふうに診断されてるのか、自己診断なのかとかっていうのが、ちょっとその辺りはぐちゃぐちゃになったデータなので、本来だったらもう少しきちんとあの統計が取れるようにしたいなと思うところですけれども、はい、全体的な傾向は分かっていただけるかなとは思います。はい。 まあ、こういうのは、あの私も今回、こうやって呼、ね、んでいただいたので、まあ、いろんな人とこう、ね、こう協業したりすると、いろんな視点で、角度で見られるので、私もやっぱりこうやってこうたくさんの方にデータを取るのって、研究者って大変なんですよね。こう研究者の方がこうアプローチすると、あ私、研究材料なんじゃないかってよく言われたりするぐらいなので、やっぱりそういうこう,うまくそれぞれの役割分担ができると面白いなと思いながら、あのこれを聞かせていただいています。 方伴う方で診断を受けた年齢に違いがあるのかっていうことをあの追加で聞かせていただいています。比較的割合として多いのが、やはり30歳未満40歳未満っていうところま50歳未満っていうところですね。あのー、この辺りがまあ、おそらくまあ。これはもう感覚値というか、もう経験的にも分かっていることだと思うんですけども。職場とか働いてきて。 まず、発達障害、云々ではなくて、こう精神的な、まあ、体調が悪くなったりして、それによってこう受診してで、受診していく中で深掘りしていくと、ひょっとしたら元々の特性があるんじゃないか、ということが、ひょっとしたら、この調査の えっと、データ取られた方の中でですね、あの、いらっしゃるんじゃないかなっていうのが、おそらくこの受診年齢ですかね、との関係で見えてくるところがあるんじゃないかなと思って、あの、見させていただきました。やはり精神疾患を併発している方の方が診断年齢が高いということで、おそらくこれが、こう、どういう、こう、順序関係でっていうところ、 は、あの、すごく、ま、皆さん気にされているところかなというふうに思って、あの、見させていただいています。で、まあ、例えば、もう少し私が、こう、知りたいなとかっていうことだとすると、例えば、先ほどですね、一般枠の方がいらっしゃったと思うんですけど、例えば、一般枠に行かれる方、障害者枠に行かれる方、あるいはいくつか転職を繰り返される方っていらっしゃると思うんですけど、おそらくその、診断を受ける、 あの発達障害だけじゃなくてですね、そのタイミングとか、その流れ、プロセスと雇用っていうことのすごく多分関係性がいくつかのパターンに分かれてくるんじゃないかなと思うと、まあ、なるべくこう、ね、精神的に健康な状態でですね、こうやっぱり働,きあの働,ける人が働ける人が増えるといいなと思うので、そのあたりのこうプロセスがあのいくつか見えてくるデータになるんじゃないかなと思いながら聞かせていただいたところがあります。なるほど、はい 確かにあの、いわゆる療育の効果あの、早期発見、早期療育の効果で、うんえと、精神疾患なし、精神障害、他の発達障害以外の障害がないという方は、今後増えていく可能性は高いかなと思うんですが、おっしゃったように、まあ、例えば一般枠にしろ、障害者枠にしろ、まあ、健全に働いている方が、あのどういうふうに、えー、とこの率が低いままいあの言っているそうなのかというのをきちんと分析し すると、他の方にもそれが生かせるかもしれないということですよねあ。そうですね。はい。はい、なるほど、ありがとうございます。そうですね。<で>はい。次のズレ、あた、ね、りの解説。そうですね、診断と自己需要のズレっていうところで、あのー、これが、えっとまあ、おそらくですね、あのまあ、10代、20代以下の方は診断から診断需要まで。 まあ相対的に時間がかかるっていうふうに、まあ書いてはあるんですけれども、もうちょっと下に行っていただくと、 多分、無回答の方が結構、割合として10代に高いので、まあ、ひょっとしたら少し、まあ、データが、あのー、偏りがちょっとこう、ね、あの生じているところはあるかなと思うんですが、私、ちょっとすごく気になったのはですね、この最近、大学生でもあのしばしばいらっしゃるんですけど、幼い頃から療育受けてる方って増えてきたなと思うんですけど、親御さんの開示とか告知っていうのが、かなりあのばらつきがあるような印象があるんですよね。 例えば、実は診断されてたんだけど、本人が大学で困るまで知らなかったとか、大学で困って親に聞いてみたら、実は診断されてたんだよ、えみたいなことって、最近なんか肌感覚としても少なくはないんじゃないかなって思うくらい、あの、<え>ちょっとそういうところ、いいね、<laughs> 本当にあの思うところがすごくあります。だからこの、自己需要っていうことと診断っていうのが、その、まあ、診断というよりもこう、知らされるっていうことが特にこの、 低年齢のところではすごく重要な要因になっているんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからそのあたりが、あの、おそらく10代、20代で、あの、相対的に時間がかかるというよりも、いつ言われたかとか、いつ知らされたかっていうことがすごく影響するんじゃないかなと思いながら、あの、見させていただいたところが。 Q&A のところにもやっぱり1問いらいていて診断後の需要というのは大人になってから診断を受けた人を想定していますかはい、はい、あるいは幼い頃診断を受けていて後で告知を受けてからの時間も含んでいますか確かにここあたりが今回の,あのアンケートの設計っていうんでしょうか、うん、文章では、まあ、混乱しがちっていうかぐちゃぐちゃになっていたところでもうちょっとここあの えときちんと数字出したい場合は、きれいにこの場合分けをしなきゃいけないところかなとは思っておりますが、うんはい、先生おっしゃるように、うん、あの多いですよね、本人は受けるつもりだけど、本人はまだ受け止めてなかったんですかとか言われたりですとかですね、あの後で聞いたら、いや、あの3歳の時に診断されてたそうですとか。<laughs> <laughs> よくあの大学生とかあの専門学校生を支援しているとよく聞きますのでそういうところがあのおそらく多分今後もどんどん、ね、早期療育が進んでいくにしたがってあのやっぱり増えてくるということは容易に予想ができるので。 まあ結構そのご家族でも悩まれてると思うんですよね。い,<や>いつごろ伝えた方がいいんじゃないかとか、ね、いや困るまで伝えない方がいいんじゃないかとかってね。結構そういう、こう、まあ、これではっきり分かるというよりも、きっと個々に差が分かれるっていうのはそうだと思うんですけども、やっぱりこう、いつごろ伝えるっていうのが、こう、将来見えてるこういう調査だからこそ、なんか見えてくるところもあるのかなと思いながら、はい、聞いておりました。先ほどの質問のところとあの同じかもしれないんですけど、まあ、例えば今うまくいっている人が過去どうだった かっていうのがいくつかこのパターン化されると、まあ、親御さんもじゃあうちの場合はこういう風にしようとかって少し見やすくなるかもしれないなと思いました。それはあの、まあ、私も発達障害の子がいて <laughs> まさに <laughs> あの、はい、5年前はあれでよかったなと思ったけど今は あ、もっと早く使っておけばよかったとか、いろいろ変遷もあるので難しいところですけれども。そうですよね。はい、まあ、あの、3、3くらいだとは思うんです。で、あの、こういう、こう、 定量的な調査っってていくつかの難しさがあってこうですっていうと実はその外れたパターンがなかなかこう別のこうねあのユニークなパターンが見えにくいっていうこともあるので、まあ、いくつかの多分パターンでねおそらく分かれると思うのでそういう,こう例示があのおそらく分析してみるとできるようになるんじゃないかなと思いながら、うん、あの聞いてました。 はい、あのご家族の方、保護者の方からも今、Q、Q&A に、ね、あの書いてくださってますね、早めにこう知らせているっていうような方もいらっしゃるというような形でそうですね、ここはやっぱりあの早めに知らせていいのか悪いのかとか、やっぱりこれは常にお話あると思うんですが、うん、せっかくこういうふうにデータ出してるんで、私、もうちょっとあの示唆が富むようなあのデータの出し方っていうのが、えー、っとできればいいなと思って伺いました。うん はい、あとは業種別のです、ねはい、はい。なんかちょっとこう雰囲気的に私がこうやってこうだったらいいんじゃないかっていうとこうなんか鈴木さんが責められてる感じになってちょっとあの私あの、弁解するとこうやって答えてくれる人ってなかなかいらっしゃらないので私、こんだけ好きなことを言ってあこうやって分析ちゃんとやってくださるっていうのがすごくあのいい姿勢だなと思ってあののすごく。 ありがたいです。はい。っていう前置きをしながらですけれども、業種別をお聞きしたのはですね、あの、やはり、こう、肌障害のある方が働くって言った時に、私は結構学び、学習が専門にはなるんですけれども、やっぱりこう、肌感覚としても、やっぱりその、本人の特性と、どうやって職業とか会社 をこうマッチングしていくかということにはすごく関心があるっていうのは、あの、おそらく私だけじゃなくて、いろんな人が関心あるんじゃないかなと思ってますで、まあ、この後にも続くんだと思うんですけど、まあ、働きたい仕事とか、あるいはできる仕事とか、やれる仕事とか、いろいろ考えていくときに、どういうところで働いているのかなっていうことと、どういうところで満足されているのかなっていうことを、まあ知りたくてですね、この、まあ満足している人たちを。 群っていう一つのカテゴリーにしたらどうだろうかっていうご提案を差し上げたと思います。で、上の部分が、えっと、確かコンサル業ですね。はい。 コンサル業とかメーカー公的機関っていうところで、あの、まあ、大学も、あの、若干公的機関ではあるんですが、すね、ちょっと非常にこう、あの、悲しいなと、給与への満足度は比較的高いが、職場関係の満足度は低いって、あ、まあ、そま、かの、わからなくはないですね。本当にここが、あの、公的機関ってすごく <laughs> 課題というか、あの、安定してこう、働かれることをね、望まれる方に結構公的機関行きたいっていう方、多いと思うんですけど、 なかなか職場環境を整えるっていうことの柔軟性とか、まあ、そこがなかなか弱いところがあるなっていうところを、あ、これ刺さるデータだなと思って今あの見させていただいたところですね。はいはい、ですね。はい。あと、そうですね、業務内容。はい。業務内容についてもあの、同じようなところはあるかなというふうに思いますけれども、やはり、その、おそらく、 発達障害のある方が働かれている業務っていうのも、まだそこまで広くはないんじゃないかなっていう前提を置いた上で、やっぱりその障害者雇用枠とか、障害者雇用と、まあ、その働く内容と、そして満足度って、やっぱりすごく関係性があるんじゃないかなと思いながら見させていただいたところです。はい、ちょっとまあ、時間もあるので、ざざっとということで。これ先のお話があったようなところですけれどもね。はい そうです、ね、10代のうちに診断授与された方の方がやや満足度が高そうな傾向があるかもしれないとか。ね、あの3から5歳で診断された方は給与の満足度は低いものの職場環境への満足度は高い。で、このあたりがですね、まああのまあ、後半に差し掛かってきたので、こういくつかこう次につながるようなっていうことを少しでも貢献できればと思うんですけど、こう 何でしょうね、まあ、診断っていうのをこうご本人にとって、まあ、さっき告知の話もあるんですけど一つ分かりやすいタームだと思うんですけどやっぱりこう何が得意でとか何ができそうでとかどんなことが苦手なんだろうっていうところから例えばスタートして、まあ、診断っていうのが先にあってでそこから職業っていうところにつながっていくんだとして なんか得意なことを本当に活かせてるのかなってすごく気になったりするんですよね。結構その得意なこととやりたいことで迷われてるっていう方は少なくないじゃないかと思って、本当はこれがやりたいんだけど、まあできれば得意なこととか、得意とまで言えないけど、できることを生かして働かれている方、まあそういう方が満足度が高いのか、それともやりたいことを まああのいろいろな苦労はあるけれども、取り組まれている方の方が満足度は高いのかとか、そういう,こう何かですね、こう自分の能力発揮みたいなことをこう、何かこ,う、ね、あのこの調査の中で、まあ、もし今後もやられる予定があるのであればあの見えていくと、なんかもうちょっとこう、 診断っていう枠だけではなくて、早期から取り組める部分ってたくさんあるんじゃないかなと思うんですね。例えば、教育現場だと、こういうね、自分の得意、強み弱みをしろうみたいなことって、職業だとやりにくいところはあるんですけど、やりやすいところは教育でもあるんだと思うんですよね。そういう、こう、もう少し診断の手前にあるような要素を、例えば、あのー、との関係を見ていくと、働く前にできること、 っていう示唆ができるとすごく面白いなぁと思いながら聞いていたところがありました。はい。はい、ありがとうございます。確かに、そう今でいろいろ考えながら聞いてないですね。い。繰り返し,しますけど、の <laughs> あの,あの私はこれだけのデータがあるから、こうやって好き勝手なことを言ってるだけで、いや,やろうっていう方は大変だと思います。これはやっぱり <laughs> あの自分たちが本当に発達障害の方の あの本当にかけらぐらいしか人数的にも生活面を見ていないのでんか見逃しているところがあるんじゃないかなとか思いながら始めたものなのですがやっぱりあの専門家の,その分析を何て言うんでしょうかねあの監修をいただきながらやっているものではないのでやっぱりちょっと。 次はきちんと監修いただきながらやったほうがいいなとか伺いながらあの強く思うところです。あと15分ぐらいで、どううでしょうか、はい、えとあとは正社員化の時期についてが。そうですね正社員化の時期、これはかなり非常に細かいデータなので、ちょっとつぶさに見ていくというのは難しいかなと思うんですけど、やっぱり,そのやっぱりこう働くその正社員になった時期と、私があの 気にしていたのは、まあ、さっきその一般の方が4割いらっしゃると、で非常にこうセンセーショナルなデータかなとは思うんですけど、その方が結構診断年齢が比較的上だったので、おそらく失敗,失敗経験というと失礼だと思うんですけども、も一般枠で例えば診断が下りる前に働かれている経験がある方がおそらく多いんじゃないかと。でそうで、ね、そういう方がまあなんか ちょっとこう,うまくいかなくて診断を受けて、じゃあその後同じ職場でその就業しているのか、その転職した後で、そういう満足度が高いのかっていうところも、まあ、あのちょっと気にしていてです、ね、まあ、正社員化の時期とかもそうなんですけども、あの満足して,るしてないというのを一つの軸にして、ですね環境を見つめ直していくという取り組みが、まあ、できると良いかなというふうに思っていたところですと。 で今、映っているところだと、開、ま、園、あの利用者の方とそうでない方っていうのが映ってて、でこれ、多分今回の調査のすごく特徴的なポイントだと思うんですね。いわゆる就労支援っていうのは、本人の職場の満足度にどう貢献するのか、でまあ、定着支援等もあると思うんですが、就労支援の立場って、まあ、職場にずっといる立場ではないっていう。 前提に置いた時にじゃあ、何が貢献できるのかって、その本人に貢献するのか、まあ、環境調整に貢献するのか、両方だと思うんですけれども、あの使ってる人、まあ、さっきも棒グラフでですね、肺炎利用者とそうでない方での違いがある、それは利用したから満足度が高いのか、 それとも利用する過程の中で自分のことをよりよく知ったから職場に行ってもうまく伝えられるようになったり発揮できるようになったから満足しているのかなんかきっと利用の中にいくつかの要素があるような気がしていてですねそういうのがおそらく他の人にも役立つ情報になりそうだなと思ってこのあたりの比較はあのすごくこう関心持ちながらあこういう分析もやったらいいだろうなと思うところとかもあ,のあった感じですはい。 そうですねまあ、当社が就労支援やるときは、ただ単にこう就職屋にならないというのは結構重要視していて、うんうん、やっぱりコミュニティにきちんと属した、でその後も属しているというような安心感というんでしょうかね、生きていく上での、まあ、そのあたりは重要視しているので、確かにもうちょっとそういうのが見やすくなると、いろいろ社会にも発信できる要素が増えるのかなと思いながら伺いました。先生にあの ご記載いただいた部分はこれでデータが終わりなんですが、時間もちょうどいいといえばちょうどいいので、はい、Q&A の方に、はいえっと、移っていきたいと思います。まだそこまで多く Q&A いただいていないので、ぜひ皆さんあの入れていただければと思いますで。まずちょっと私から答えられそうなところを答えていくと,、えー、っと、パートナーのいるいないは発達障害の関係とどうあるのか。これはですね、あの、 実は結構親御さんから聞かれます。で、結婚するんです、できるんですかとか、お付き合いできるんですかとか聞かれるので、えっと、今どういう状況ですよっていうのをあの確認するために、ここに3年入れさせていただいていましたでほ。ほぼ毎年同じようなデータなんで、おそらく次回以降は、あの何か目的がない限りは入れないかなとは思っています。はい。あとは、えー、っと、ちょっと長いものもあるんで。 ちょっと短いのを読んでしまうと,、えー、と、自分は診断を幼い頃受けていて、そのことを小6で伝えられていろいろと困りましたと、普通の就職は無理だとか、いろいろそれを理由に親にまあ非難されることが多かったが、まあ、診断していたや診断結果を聞いての反応みたいなデータはないですね。はい、でその時どう思ったとかですよね、それでこうショックを受けたとか、そのあたりはまあ確かに今後取っていくといいかもしれないですね。 なので、ショックを受けたけど、あとはそれで良かったっていうようなあのデータがもしかしたらこう、やっぱりあのこの調査の特徴で5年とか10年とか15年とか、いわゆる療育受けたのがとか、就更新を受けたのが本当に幸福につながったんですかっていうのがあの見やすいデータかなと思っていますので、はい、その点は次回ちょっとさせていただければというふうに思います。あとは、えー、っと。 これ先生に聞いてみたいかな。業種によってそもそも給与水準等が違うと思うのですが、高い給料が欲しいという願望によって、えー、とどこが満足できる生活レベルがまあ変わると思います。だから、いろいろ満足度があると思うけど、まあ、その先生も支援されてて、これちょっとアンケートとは関係ないかもしれないですけど、はいはい、一般的に当事者の満足というのはどういうふうに捉えてらっしゃいますかと。 そうですね、私、その満足っていうのは結構可変性、変わりやすいところがあるんだろうと思ってて、なのですごくこう気にしてお聞きしてたのその診断の時期とか、その就労の変遷っていうのを聞いて、おそらく多分いろんなこう変遷に従って、満足するとか価値を置く。 ラインが変わってる方が多いんじゃないかなと思うんですよね。例えば大学生とかって。まあだい大企業を目指していくんですけど、まあ安定してるからとかまき、あ、あの給与が安定したので、ね、比較的高いんじゃないかとか。そういうことを結構気にしてですね。でただ。 例えば、そこに長く働けるかっていうと、やっぱりあんまり長く働けない方っていうのも多くてですね。だから、給与と業種は関係あるんですけれども、じゃあそれが長く働くことと本当に関係するのかとか、もちろん給与が高い。 というのは重要なファクターなんですけど、満足っていうことのこう価値を置くポイントが変わってきたりするので、例えばこういう調査だと、ですねあなたが一番価値を置くのは給与ですか、職場環境ですか、それともプライベートですかとかって聞いて順位付けしたりとかですね、そういうのと、実際の働く環境の満足度とかを比べてみたりすると、こうおそらくそういういくつかのパターンっていうのが見えてくるかなと思います。これが大事だって、1つのものを決めるのは難しいと思うんですけど。 っていうところが私のあの感想になっております。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とあとは。ちょっと長いんですけれども、やっぱり診断をいつ伝えた方がいいか？っていうお話で、えっ、ー、と弟が ld により、えっ、ー、とま療、あ、育手帳を取得したけれども、まあ。でも実際はまあ、えー 困り感が薄くって、実はあのバイトとかもできているから、まあ、両親がまともに告知をしていないかもしれないから、まあ、姉としてかなあの本人にえと伝えた方がいいのかとか、まあ、えと話を聞いていると特にかなりあの当事者本人に対して子どものうちから発達障害があるよって伝えている例があると思うんですけどそんなに増えているんでしょうかってことなんですけど、まあ、私の。 まあ例えば20年前とかに比べるとものすごく増えているというかと思いますがそれは先生の大学の現場でも診断を受けてもう大学入る前からあの親から伝えられている例は増えているという理解でいいんですかね。 そうですね、あのまあ、大学に関して言うと特徴的なのがあの、入る前には伝えてなくて、入ってから伝えるとか、そういうことがあるんですね。あの結構入った、入る前にいろいろ伝えるとこう、ひょっとしたら大学に来れないんじゃないかとかって思われる方もそういらっしゃるので、そういう部分がちょっと差が出てくるんですが、やっぱりあのご家族が発達障害、お子さんに発達障害があるんだと思う。 程度とか、その、接する方の中での割合っていうのは増えている印象はありますと。ただやっぱり本人に伝えるか伝えないかっていうのは、私そんなにこう、大学の中では変わりがないと思ってて、というのは結構高校の延長で大学を捉えられているご家族の方も少なくなくてですね。なので、高校まで、例えば、高校、中学もそうだと思うんですけど、結構ご家族の方が先回りしていろいろと言ってこう支援を整えるっていうことが、 これだけ支援ということが広まってきたからこそ進めやすくなった側面もあったと思うんですね。だから結構いわゆる支援っていうのをご家族が主導になってしてればしてるほど伝えてないケースもおそらくあるんじゃないかなというふうに思うところがあります。はい、まあそこはあのかなりいろいろなパターンがあるかなとは思うんですけども増えているとすると私は大学生に関しては 伝えているかどうかというと、増えているかははっきりと言えないと。ああそうですか。なるほど。ちょっと思っているところがありますね。のはい、はいあの。確かに伝えているかもしれないけど、両親がある程度、あの両親というか、えーと、先生とか周囲も含めて、親等があの道をこう整えていくと、本人に伝えられてもそんな困り感はないままいくので。うん まあ、そそ本当の意味でこう向き合うっていうのはやっぱ結構少ないかもしれないなと思いながら。そうですね、うん、あの今回みたいに困り感がないっていうところで伝えた時になぜそれをそこで伝えたとかあとはその伝えられてじゃあどうすればっていう,こうやっぱり診断を伝えることの先にあるものっていうのがこうイメージできてない時にこう伝えるとこうあんまりその。 思った伝わり方をしないっていうことも少なくないかなと思ってます、はいまあ、そのあたりをこのアンケートで調査でもう少し示唆できるようになると価値は上がるなと思いながらやはりどうしてもあのご質問にもあるんですけど何歳頃がベストですかってやっぱりそういう質問もしたくなるしじゃあ,あの答えたとして診断を伝えたとしても じゃあその後どう接するかということにはまだ答えにはなっていないのでどういうふうに伝えるとどういうふうになりやすいかみたいなのまでお伝えができないと経験にこう何歳がいいですよっていうふうに言ってもしょうがないなと思います。うんうん、そううですすね、はい、ありがとうございますであとは 大学は本人申請でないと合理的配慮が得られないから、それまでに本人に障害告知して、障害授与をしてもらう必要があると聞くのですが、確かにそうなんですけど、筑波大学では本人申請でなくても合理的配慮が受けられるのですかという質問もありました。 これはまあ私なので、えっと、基本的にあの、筑波大学はっていうよりも、まあ私、基本的にどこの大学も、あの、大学に入ってくると本人申請っていうのを基本的にベースで求められると思います。で、ただその申請っていうことに、こう、少しの難しさがあってですね、こう、ゼロベースで自分はこういうこと困ってて、こういう配慮をしてくださいって、 言える方って、実はそんな多くないんですよね。やっぱり発達障害になる方でも言葉にするのは難しいっていう方もいるので、本人の意思を尊重して確認しながら、ご家族の支えも受けて申請することは、あの、筑波大でも認められているので、必ず本人が言わなければいけないというよりも、こう、本人が決めるっていう、この本人決定のプロセスっていうのを合理的配慮のポイントかなと思うので、やっぱりこの、 そこが結構今誤解を招いている部分があるんじゃないかない、ね。ゼロペースで言わなきゃいけないんじゃないかっていうと、それがハードルが高くて言えないじゃないですかっていうこともあるので、まあ、そこが、あのー、難しいところだなと思いますが、本人が決定する、本人が意思を示すっていうところは、どこの大学でも一緒なんじゃないかなと思います。はい ありがとうございます確かにそうです。まあ、本人が嫌がってたらもちろん違うかもしれないですけれども、うん、まあ本人がまあその意思を示して意思決定をしていくっていうところのサポートは当然周囲の方はあの、うん、してほしいというか、しても大丈夫だと思いますが、まあで,まあ、でもやっぱり就職の段階で、じゃあ職場でっていうところまで親がいろいろできるかっていうとなかなか難しくなってきますので、さっきの診断を されるとかあの重要するっていうような時期見ても、やはり結局、就職の時期がものすごく大きな壁なんだなっていう,ふうに思うので、うん、そこの壁を急にドンとぶつからないためにも、小さい頃から徐々に徐々にあのなんて言ううでしょうかねえっ、ー、と蓄えていくものがあると、えー、ショックが就,就,就職活動の時、少ないかなとは思いますね。うんはい ありがとうございますあ。と思ったらあっという間に時間なので、最後に一問。そのチャットボット。はい、えと利用は開始されましたかまたされてない場合、いつスタートしますかっていう、これは最後に、じゃあ先生に聞いて。利用はちょっとまだあのスタートはオープンにはしていないんですけれども、今ちょうど今年トライアルをあのちょうど年末にやったところで、私たちもどういう人に、 有効かなっていうのを確認しながら、あの、今後広げていきたいと思っています。で、その際は、筑波大台とか海援さんから、おそ,らくそういう案内がね、出るような状況になると思いますので、あの、少しお待たせをしますが、できるだけ早く皆さんに使っていただけるようにしたいと言っています。こんな回答で許してください。<laughs> はい、ありがとうございます。 あ、じゃあまた先生、その研究等とか、あとこの研究、はい、研究というか、アンケートの監修等もまたお願いする可能性があります、ね。あ私でよければ、ね、私じゃなくてもいいですけど、はい <laughs> 私でよければ言ってください。はい、はい、ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいじゃあ最後、あの1、2分でクロージングさせていただきます。 ご質問をたくさんいただきましたが一部答えられず申し訳ございませんでした、えー、とまたあの会へのメールとかです、ねえー、と次のセミナーの時とかとか、まあ、いろいろな場であの接点があると思いますので疑問をあのいろいろとぶつけていただければと思いますさて、えー、と就業実態調査今日ご,ご案内したもの QR コードでも見られますし会へのウェブサイトから就業実態調査って検索していただくと過去のものも含めて全部見られますので えとぜひ見てください。また、っ、えー、と今年の年末もする予定ですので、えー、ご協力いただければと思います。今年は2000人いければいいかなと、まあ、数ではないですね、えーと、きちんとそこから示唆が出ればいいかなと思っていますで、えーと。あと次回の開炎、えー、特別セミナーの予告ですけれども、2月、当事者でファイナンシャルプランの岩切さんに聞く発達障害の人が入れる保険、入らない保険というのを予定していますし。し この後もですね、えー、と今はちょっと仕込み中なのが、発達障害の方とサプリメント、サプリですね、あのそういったものとかを、えー、企画しておりますので、皆さんに関心が高いテーマで、えー、と皆さんに役立つものっていうのを引き続き、毎月出していきたいなと思っております。